はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、最近あんまり撮れていなかったなと思って少し反省してるんですけれども、ファッション系の動画をね、撮っていきたいなっていうふうに思っております。で、やっぱりまあこの時期に何あげようかなって考えた時に、そろそろやっと春服をね、徐々にこう楽しめる気温にも少しずつなってきたかなっていう風に思うので、今日はちょっと私が個人的にこれちょっと気になるなっていうトレンドを紹介していこうかなと思います。まあ、かっこ独自調べということでやっていきたいなと思いますが、私まあ個人的にピンタレストをよく見ていまして、インスタも見るんですけど、結構まあピンタレストが見ていてすごい楽しいし、どんどんいろんなインスピレーションが湧くので結構好きで見るんですね。でしかもすごくこうトレンドが早くわかるというか、割とオンタイム、リアルタイムで流行っているものとかも結構わかりやすい気がしまして、よく見るんですけど、そんなピンタレストマニアな私の気になるトレンドということでやっていければなと思います。なんか全体的なファッションの系統だったりとか、モチーフデザインとかアイテムとか、いろんなものを紹介できればなと思っています。ちなみに分かりやすいようにメモもね、ちらっとこんな感じでまとめているので、ちょっとこれを見ながらやっていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速じゃあ、私の気になるファッショントレンド、2024年のファッショントレンドをご紹介していきます。まず1個目がバレーコアっていうトレンドが気になっているんですけど、まあ、このバレーコアは本当にもう昨年からずっと来ているなっていう風に思っていて、結構まあトレンドに敏感な方だったりとか、トレンドファッションが好きな方とかはすでに取り入れ終わったっていう方もいるかと思うんですけれども、バレエをちょっとこう連想させるような結構ガーリーめなお洋服が今も気になっているアイテムで、例えばレースとか、レースはもうめちゃくちゃトレンドアイテムだと思うので、結構みんなも着てる人多いんじゃないかなと思うんですけど、私も結構昨年からレースアイテムはちょこちょこ取り入れていたりとかします。なんかレースのトップスとか、レースのパンツとか、レースのスカートとかもあのおばあちゃんに作ってもらったりとかして取り入れたりとかしてたんですけど、そういうレース系のアイテムだったりとか、あとはまあリボンはもう本当に世界的なビッグトレンドに今もうすでになってるかと思うんですが、まあ、この春夏とかもやっぱ春ってちょっとこうふわっと柔らかい私の中のイメージがあるので、なんか結構マッチして可愛いんじゃないかなっていう風に個人的に思ってます。あとはチュールとかフリルとか、まあ、ちょっとこうふわっとした本当にガーリーなアイテム全般がこのバレーコアっていうのにマッチするんじゃないかなと思うんですが、昨年から来てるもので言うと、やっぱちょっと白のふわっとしたスカートだったりとか、徐々に来てるなって思うのはペチパンツ的な、なんかスカートの中とかに着るような、ほんとインナーパンツのような何段にも重ねたフリルになった短めのパンツとかも徐々に来てるかなっていうのと、まあ、あとはバレーシューズですね。バレーシューズはもう言わずもがなですけど、バレーシューズのようなモチーフのシューズもすごく流行ってるかなって思います。私もバレーシューズはザラで一つゲットしたんですけど、めちゃくちゃ履いてますね。本当に合わせやすくって、カジュアルな格好に合わせてもちょっと外しのアイテムとして可愛いし、でもガーリー系なそういったバレーコアな他のアイテムとかと合わせてもすごいマッチしてくれるので、めちゃくちゃ履いてます。基本的には私は白のソックスだったりとか、後でちょっと紹介しようかなと思ってるんですけど、カラータイツだったりとか、まあ、ハイソックスとかにもすごく相性がいいかなっていう風に思います。なので引き続きバレーコアはこの春夏も結構街中でも見かけることが増えるんじゃないかなって思ってるファッションです。続いて2つ目が着こなしスタイリングかな、スタイリング兼アイテムみたいな感じなんですけど、スカートオーバーパンツっていうパンツにスカートを重ねるレイヤードスタイルが、これも昨年から引き続きトレンドで気になるアイテムかなっていう風に思ってます。結構今年のファッションブランドさんの展示会とか、なんかそういうのを見ていても、やっぱ結構その一つのアイテムとして出されてるファッションブランドさんも多かったりとかして、今まではそこまでセットで売られてるっていうイメージではなくって、本当にパンツになんか自分の好きなスカート重ねるとか、私もデニムパンツにチェックのスカートとか重ねるの大好きでよくやるんですけど、なんかそういう感じで自分でこうアイテム組み合わせたりとかしてたけど、今季は結構もうブランドさんが一つのアイテムとしてもうセットで売るみたいな、そういうのも割と増えてるかなっていう風に思うので、定番なスタイリングになりそうかなっていう風に思います。
ます。今までってあんまりこうスカートとパンツをレイヤードするみたいなファッションって昔はあったと思うんですけど、ここ最近では見なかったと思うんですね。で、私も最初そのファッション見た時になんかすごい懐かしさと、これ可愛いのかなっていう、ちょっとなんかこうやっぱ新鮮なファッションだったのでっていうのも若干あったんですけど、やっぱもう今では虜なので、私もよくこのファッションシンプルだなっていう時とか、なんかレイヤードしてちょっと一癖加えるみたいなのが可愛いなと思って、結構定番なスタイリングになってきているので、これも引き続きちょっといろんな組み合わせで楽しみたいかなっていう風に思ってます。ピンタレストとかでもやっぱレースのそのスケスケのスカート重ねたりだとか、タイトめなスカートをちょっとフレアなパンツに重ねてあげるとか、さっき言ってたチェックスカートにデニムだったり、なんかジャージに重ねてる方もたまに見たりするんですけど、それも可愛いなって思うし、本当に見ていてなんかスカートの形、パンツの形とか本当にいろいろ様々なスタイリングがあって、これはすごく自由に楽しめるファッションで、すごいいいなっていう風に私的には思ってます。私もだからいろいろと今後も自分なりのスカートオーバーパンツスタイルを作っていきたいなっていう風に思ってます。ちなみにアベンモアからも今ちょっといろいろ考えているので、春夏でスカートオーバーパンツスタイル提案できそうかなっていう風に思ってます。お楽しみに。続いて3つ目なんですけど、これは結構私の個人的なトレンド、気になるアイテムなんですが、レオパードに最近ちょっと目がいっちゃいます。アニマル柄がすごい好きなんですけど、昔から本当に昔から大好きなんですけど、ヒョウ柄もそれこそ小学校とか、小学校何年生かちょっとわかんないですけどぐらいの時に一回めちゃくちゃドハマりして、でまあそこから数年経ってちょっとまた今ヒョウ柄のブームが自分の中で来ていて、これもピンタレストで見かけてちょっと徐々に気になってきた柄なんですけど、特にパンツが今気になってます。ダボっとしたものからちょっとスタイリッシュなシルエットのものまで様々なアイテムが気になっているんですが、なんかタイツとかでも結構ヒョウ柄のタイツ履いてるのを見たりとかするし、ブラウスとかトップスとか本当にいろいろあるんですけど、そうレオパードがちょっと気になってますね。そして4つ目なんですが、さっきからちょこちょこ話題にも上がってますが、カラータイツもとっても気になってるアイテムです。カラータイツって私記憶上、私の人生の中で履いた記憶がそこまでないです。ないアイテムで、結構私も自分としてはとっても新鮮なファッションとして今結構熱が高いんですが、カラータイツって聞くとコスプレとかあんまりこうファッショナブルなイメージがないと思うんですけど、最近はもうそれこそクリスマスの時に履いていた真っ赤なタイツだったりとか、春とかに着るなら若干透け感のあるペールトーンっていうんですかね、淡めのカラーのタイツとかがすごい使いやすいし、とても可愛いんじゃないかなって思います。私もブルーのね透けた、私は30デニールなんですけど、20デニールとかでもいいと思うんですが、のタイツを欲しいなと思ってアマゾンでゲットしました。ここ最近何回か履いたりとかしてるんですけど、とっても可愛くって新鮮で、この春夏のファッションアイテムとしては使えるアイテムかなっていう風に思ってます。なんか合わせ方は人それぞれいろんな合わせ方はあると思うんですけど、私的にはやっぱカラータイツ履くならボトムはちょっとミニ丈のスカートとかパンツとかが可愛いかなっていう気がします。ちょっと長めの膝ぐらいまでのスカートにふくらはぎのあたりだけ見せるのも可愛いかなと思うんですけど、個人的にはやっぱショート丈のボトムと合わせてあげるのが可愛いかなっていう気がします。で、シューズは、まあ、やっぱバレーシューズとか、あとはまあなんかブーツとかでも可愛いかなっていう風にも思うし、あとこれもちょっと後で紹介しようかなと思ってるんですけど、ちょっと先の尖ったミュールというかパンプスみたいなのもとっても相性良くて可愛いです。なんかあえてスニーカーでちょっとカジュアルダウンさせてきてあげるとかも可愛いと思いますし、本当にこれもいろんな楽しみ方があると思うし、やっぱ本当に今ってちょっと前から言われてますけど、 Y2K っていう2000年代のファッションがリバイバルできていたりとかすると思うんですけど、なんかその当時のドラマだったりとかを見てても今見ると、このファッション今超着てるじゃんとかあるし、そのカラータイツで言うとやっぱりゴシップガールのブレアとかお嬢様っぽいファッションとかにすごく合わせてるイメージがあるんですけど、なんかそういったちょっとお嬢様っぽいスタイリングをするのも可愛いし、私的にはちょっと崩して逆にカジュアルなアイテムと合わせて着るのも結構今っぽいかなっていう風に思います。5番目が
ビオネットグロスです。これ今私してるんですけど、ちょっと細めの長めの横長な感じの形のメガネがすごく今来ています。2年ぐらい前かな、結構もうがっちり太めの黒縁メガネみたいな、なんかヘイリーとかもよくしてたんですけど、ちょっとデカめのメガネとかも、それもすごい可愛いと思うんですけど、ここ最近でメガネのトレンドといえばやっぱこのビオネットグラスかな。これをめちゃくちゃ見ますね、ピンタレストでも。それこそさっきも言ったけど、2000年代とか1990年代とかそこら辺の平成っぽいファッション、これもちょっとなんか一歩間違えるとガチメガネみたいな、超真面目ガチメガネ優等生みたいな印象にもなっちゃうかなと思うんですけど、これをあえてファッションアイテムとして使うっていうのが爆破入りしてると思います。私はこれカルバンクラインのメガネなんですけど、こういったメガネが今来てますね。私もでも実際小学校の時とか、私ガチで目悪いのでガチのメガネとしてこういうなんか細めのやつつけたりとかしてましたね。初めて私買ったメガネがこういう感じ、これちょっと大きいかなぐらいのなんかピンクのメガネを買ったんですよね。今思えばなんで私ピンクにしたんだろうと思うんですけど、なんかそういうのだったりとかで、2番目のメガネもちょっと細めの黒縁のメガネだった気がするし、だから本当にそういう平成っぽい、今思えばちょっとダサくないっていうメガネが今めちゃくちゃトレンドです。で、私はこのちょっとねボルドーっぽい、いわゆるエロメガネみたいなメガネを選んだんですけど、こういうなんかボルドーとかだいたい深めのカラーでちょっとこういうプラスチックでみたいなメガネは結構ちょっとざっくり言っちゃいますけど、海外系のファッションが好きな方だったり、それこそもう現地の方とかがよくつけてるイメージがあって、でもう一つ、まあ、こういう細長の形で縁がない、フレームも金属のシルバーとかが多いのかな、ここの周りはなくてこの側だけあるメガネ、縁がないメガネっていうのもビオネットグラスっていう風にも言われるかなと思うんですが、そういうのは割と韓国系のファッションが好きな方の中で流行ってるかなっていうイメージがあります。このメガネは個人的にはすごく難しいファッションアイテムだとは思うんですけど、シンプルなファッションの時とかに一つ加えてあげたりとかするともうすぐ簡単に今っぽいファッションになるかなと思うので、なんか一個持っておいてもいいんじゃないかなって思ってるアイテムの一つです。ちなみに私これここのねレンズを本当はでも変えるんですけど、もともとあったやつでそのまま変えていないのでここにロゴが入ってるんですが、なんかこれもこれでファッションとして可愛いかなって思います。見る人が見たらレンズ変えなきゃってなると思うんですけど、なんかベラとかもこのロゴありでつけたりとかしていたので、なんかこのまま使うのもありかなと思って、私はこのまま使ってます。はい、ということで続きまして6個目がオフィスサイレンっていうファッションがとっても気になっているファッションでございます。これは結構本当に今じわじわと来てるファッションかなっていうふうに思うんですが、オフィスサイレンっていうちょっとこう OL さんのようななんかオフィスとかに着ていけそうなパッチリめのお洋服っていうんですかね、そういうファッションでプラダを着た悪魔とかがとっても代表的な感じで分かりやすいかなっていう気がします。私もついこの間ネットフリックス何か見ようかなと思って見てたらプラダが新着であってもう一回見直したばかりなんですけど、あれもそこら辺のその2000年代ぐらいの映画なので、そのぐらいのオフィスに着ていくようなかっちりめな綺麗めなファッションっていうのがすごく今着ているなと思っていて、それこそこのビオネッタグラスもそのオフィスサイレンっぽいアイテムとして人気だと思うんですけど、こういうグラスに今着てるようなシャツ、綺麗めなワイシャツとかを合わせたりだとか、オフショルとかも結構そういうオフィスサイレンっぽいファッション作りやすいかなと思うんですけど、オフショルもねすごく今トレンドのアイテムなんですが合うかなって思うし、本当に全体的にちょっとボディラインが出るような体に沿うシルエットのアイテムっていうのがオフィスサイレンっぽくて今着てるかなっていうふうに思います。割と本当にトップスもボトムもタイトめなものでかっちりシックにまとめるみたいなファッションがすごくピンタレストでも多いかなっていう感じです。さっきもちょっと話にも出たんですけど、ポインテッド2のミュールとかパンプスとかもすごくオフィスサイレンっぽいアイテムだし、一つのアイテムとしても気になっているアイテムで、私もいくつかいろんなカラーで今季ゲットしたんですけど、本当につま先がもうすごく鋭く尖っていて、ヒールはピンヒールでそんなに高くないヒールで、ちょっとかかとにストラップついてたりとか、ついてないミュールタイプのものとかも気になってるし、あとはまあポインテッド2じゃないんですけど、足の甲の
バンドなんていうんだあそこがちょっと細めのオープントゥーのミュールとかもすごく流行ってるなって思います。なんかそれに実はちょっと下ぐらいかなのあれ名前なんて言うんだろう、ちょっと調べられてないんですが、すごいタイトめなパンツ、私もついこの間1個ねゲットしたんですけど、そのパンツとかと合わせて着るのもめちゃくちゃっぽいなって思うし、お洋服は結構そういったタイトめなものがっぽくて可愛くて気になっているんですけど、逆にバッグは今までって結構本当にミニなバッグとかコンパクトなサイズ感のバッグがここ数年ずっと流行ってたかなと思うんですが、逆に結構オーバーな本当にオフィスに持って行くようないっぱい荷物が入るデカめのバッグも結構気になってるんですが、なんかそれこそブランド物のヴィンテージとかでも可愛いと思うし、私この前オソイ韓国のバッグとか、まあ、シューズとかも出されてるブランドなんですけど、オソイの展示会行った時もちょっと大きめのバッグがあって、それすごい可愛くて、それこそオフィスサイレンとかのファッションにも合いそうだなって思ったし、そのバッグもねちょっと気になってるんですけど、なんか一個私もちょっとそういったバッグを今季は狙いたいなって思ってます。個人的には形がしっかりとしたものっていうよりかは、どっちかっていうとちょっとクタッとした感じのバッグが気になってるので、やっぱヴィンテージとかで見つけてもいいかなっていう風にも思うんですが、それが一個トレンドなのかなっていう感じです。なんかやっぱそういうオフィススタイルというかオフィス系のファッションってすごい綺麗めなイメージがあると思うんですけど、私普段は結構カジュアルめのお洋服も着ること多いんですが、今季はちょっとそういったオフィスっぽい綺麗めな、こう大人っぽいラインも出るようなちょっとセクシーな、こういったメガネとかもそうですけどなファッションも気になってますので、いろいろとちょっとチャレンジしていきたいなって思ってるところです。で続いてでラストなんですけど、ラスト7個目がこれはもう本当にちょっと前から私もずっとこう YouTube でも何度も出してきていますが、 I love デザインも私は結構気になっているアイテムです。ほんとちょっと前からピンタレストとかでもめちゃくちゃ見かけていて、あの I love New York っていう有名なお土産とかでよく買われるような T シャツだったりとかグッズとかが多いかなと思うんですけど、その I love デザインっていうのが引き続きちょっと気になっているアイテムでして、ベンモアからもちょっと今ね考えてバッチ缶バッチとか T シャツとか出そうかななんて考えているんですが、 I love デザインもやっぱ気になるかなっていう感じです。やっぱあれってなんか今まではほんと普通にファッションとして着るとかあんまり考えたことなかったんですけど、そのピンタレストとかで I love New York とか I love Paris の T シャツとか着てる方がすごいたくさんいたりとか、なんかそれこそマグカップとかでも I love デザインのものを使ってる人が多かったり、私も T シャツでの I love デザインのやつ何個かあったりとか、あともう一個最近買ったので言うとトートバッグを買ったんですけど、それは結構あのたまに事務所に作業しに行ったりとかしてるので、そういう時とかパソコンも入るしあれを使ったりとかしてるんですが、ほんとそういったお洋服 T シャツとかも可愛いなって思うし、グッズとかも可愛いなって思うし、今季は日本でも見かけることが増えるんじゃないかなって思っているデザインでございます。はい、ということでこのような感じで今回は私の2024年春夏のトレンド予想してみました。基本的にはやっぱり全体的に見ると平成っぽい感じのアイテムだったりファッションスタイルだったりが多かったかなっていう気がしてます。なんかそれにちょっと今っぽくアレンジしたりとか他のアイテムとかと組み合わせたりとかして、どんどんちょっとずつちょっとずつ新しいスタイルとかもできてるかなと思うんですけど、そういうのが多いかなっていう気がしてます。でもなんか今のファッションのトレンドって本当に多文化というか、今って SNS で簡単にいろんな国のトレンドとかが見れるからこそ、日本は特にそうなのかなって私個人的には思ってるんですけど、本当にいろんなファッションスタイルがファッションのトレンドがあるなっていう気がするので、もちろん私が予想したファッショントレンドが全てではないし、本当にファッションは自由だと思うし、いろんなトレンドいろんなジャンルのトレンドがあったりすると思うので、その中での私の気になるトレンドとしてちょっと紹介させていただきました。その私のファッション好きって言ってくださる方も本当にありがたいことにいらっしゃったりするので、こんな感じでちょっと私のね個人的に気になるトレンドとかも紹介しても面白いかなと思って今回動画を作ってみました。もう好評だったら
から定期的に年ごととかシーズンごととかにやっていけたらいいなというふうにも思っているので、参考になったら嬉しいなって思います。よかったらコメントもお待ちしてます。なんかみんなの考えるファッショントレンドとか気になってるものとかもぜひシェアしてくれたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。では